ワールドカップ、さっき途中まで聞いたところの続きをちょっとお伺いしたいんですけど、はい、そうですね、まあ、チーム、今までした全部の話も私の主観なので、チームとしてというよりは、私が感じたこと全部になってしまうんですけど、満足っていうことはなかったですね、一切。もうここまで来たらというか、あの大会に関してだけ言えば、優勝しかないっていう感覚です。何か日本代表として日本のためにできることは優勝しかない、まあ、ずっとそうでなければ本来はいけないんですけど、それ以上にそのワールドカップを持ち帰るっていうことしかできない。日本中あんなに騒ぎになってるっていうのは分かってました？全く分かってないですね、はい、何もいつもと変わらず、うん、まあ、取材に来てくださる方が一気に増えたっていうのはありましたけど、まあ、もちろんその広報の方とかも本当に上手にコントロールしてくださって、皆さんのこの応援のメッセージみたいなのはこうチームの部屋とかにこうバッと置いてあったりしたんですけど、全然気づいてなかったです。ゆうさん、日本からどうでした？いや、もう応援しましたね。優勝してほしい。本当ですか？ありがとうございます。やっぱりね、男子でもそこまで行ってほしいけど、リアルに難しいから、で、女子がその可能性、優勝できる可能性、日本、世界一になる可能性がリアルにあるところで、本当に頑張ってほしいなと思って、優勝した後のなんか日本の盛り上がり、もうそろそろさっき、あやちゃんが言ったけど、震災のあれもあったから、やっぱそういうのも含めて、どうにかこう日本のために頑張ってほしいなっていうのがあって、しっかり優勝するあたりはさすがよね。いやいやいや、コーナーキック。はい、光が明るいのは宮前セットしました、はい、あの時は何か光が見えたんですか？いや、もうあそこしかないって確かキックだったと思う。あのシーンも直前でキーパー、アメリカのキーパーがこうちょっと出血してる間に、こう澤さんとか坂口選手とかと話をして、あそこにしようっていう話をしてるので、なんか私のキックがとかっていうよりは、私横からだったので、澤さんが飛び込んでボールがこうゴールネットに転がっていくのが見えて、嘘でしょっていう感じですよね。って感じ。でも話してあそこにっていうのを決めてたんですね。そうです、はい、それは。でもコーナーキックって皆さんそうですね。サンさんはすごいんですよ、本当に。入り方もうまいし、体の使い方もうまいし、やっぱり本当に長く海外でもプレーしてたし、アメリカ人相手に特に、もう澤さんが負けるっていう感覚は一切ないです。監督の話も聞きたくて、まあやっぱり長いこと一緒にやってたので、ぶつかったこともあったし、本当に監督との思い出もたくさんありますけど、まあ、大事なところでこう選手を守ってくれる監督だったので、そこはこう信頼できる監督でしたね。まあ、サッカーのところはやっぱり選手もどんどん成長すると、サッカー間でのこう違いとかってどんどん出てくるので、いろいろありましたけど、でもそのサッカーも当然ですけど、人としてこう信頼できるっていうところがまず一番大きかったですね。オシムさん、まあ、ぜひ僕聞きたいんですけど、はい、私も聞きたい。オシムサッカーに触れたチルドレンとして、オシムのサッカーとは、なんかもうサッカーだけに限らず、人生として常に考えなさいよっていう、そのサッカーの一つのプレーも人生とつながってるんだよっていう、はい、そこまで考えてそのプレーを選択しなさいとか、考えてやりなさいっていうぐらいのメッセージを常にくれましたね。だからこうまず褒められることも一回もなかったし、逆にもう怒られてばっかりだし、なんかね、こうよくヨーロッパとかだとハーフタイムで切れてスパイク入ってベッカムがとか言うのあったけど、もうああいう状態が毎試合続くっていう、すごく貴重な経験ができたかなと思って。リーグはこの試合に勝てば優勝っていう時に、まあもう本当にメディアの人もすごい来てくれて、で、ジェフが JA を優勝するみたいなで、まあ、自分たちはすごくそれに対して
内心普通にしてたつもりが多分変なこう力が入ったりとか、まあ選手によってはビビってしまったりとかあって、まあ実際その試合では結果残すことができなかったりとかして、まあ優勝できないっていう、その時にはまあ優勝に値するまあメンタルにはこのチームには持ち合わせないことを感じられています。あの人に出会えてすごく幸せだけど、幸せだけど、まあ不幸せでもあるっていう、妥協できなくなっていくと思いますか。あの人が偉大すぎて、その後の監督とか、とやっぱり比べちゃいけないけど、もうそこを知っちゃってる分、このタイミングでこういうことしかできないんだこの監督って思っちゃうとか、そういう意味で、練習目に一つにしても、あ、この監督はこれしか練習の引き出し持ってないんだとか、そうなんですね、でも もうそういうのがやっぱありすぎて、なんか冷めちゃうのはちょっとあって、そうなんだ、信頼、もう最初はもう練習きつすぎて、いやもう信頼はできないというか、まず選手持てないだろうと思ったけど、やっぱりもう、結果がついてきたら、もうあ、この人についてきゃ間違いないな、そこからはだんだんこう、まあ、笑ったりしないし、褒めないこともないから、でもやっぱりこの監督をにタイトル取らせたいみたいなのは、最後チーム内であって、タイトル取るときには、自分たちはもちろん嬉しいけど、おしぐさんにタイトル取らせてあげてよかったっていうのが一番だった。なんかそこはちょっと共通してるのは、練習がきついっていう、もう半端じゃないきつさだったんで、絶対もう私たちもちょっともうちょっと子供だったんで、意味ないじゃんっていうようなこともあったんですけども、それが全部こうつながってるんだって、自信を持ってこうピッチに立てるっていうか、あれだけ練習してれば大丈夫でしょっていう思いを持ってピッチに立ってたので、そこは信頼もありましたし、監督、まあ、当時は監督含めスタッフですね、監督がそのチームをスタッフに、スタッフをスタッフチームみたいな感じでまとめてたので、皆さんにこう優勝をっていうのもありましたね。星部さんの代表の監督をもしあそこでちゃんとできてたら、最後までやりたいと、ワールドカップもね、いや間違いなく変わってたと思う。それなんかこう結果どうこうより日本サッカーが変わったんじゃないかなっていうのは正直あるかな。なんかどっちかって言ったらこう、まあ、日本サッカー多分当時からあの後ぐらいはみんなこうバルセロナを意識して、指導者とかがバルサかスペインだってやってるけど、多分オシムさんがあのまま日本代表の監督続いたら、もう日本人に合ったサッカーというか、日本人にしかできないサッカーを突き詰めてやってて、それが多分育成年代まで広がってたら、ちょっと今日本サッカーは変わってたんじゃないかなっていうのは、自分が指導者として伝えていきたいというのはお二人にないですか。自分は全くなくて、っていうのはできないから、やっぱりあの人みたいなことは絶対できないっていうのが分かっちゃってるから、だから指導伝えたいっていうのをないっていうか、できない、私も全くないですね。また多分オシム監督とは違って、こう指導というよりはどちらかというとこう一緒に戦うタイプの監督、だからやっぱりぶつかることもそれだけ多かったし、だけど私はそこまでこう熱意を持ってないかなと思いますね。100% こう、マオシムさんが全部正解だとはね、思わないし、やっぱいろんな指導者がいて、やっぱいろんな指導者のいいところをみんなが教わったところをみんなが暮らしにしていければいいかなっていうのもやっぱあるんで、まあ自分もそのピッチに立って指導するっていうよりは、まあいろんなところでこうオシムさんと得た経験とかっていうのを、まあ話をする方で伝えていければいいかなって。それを指導する方で伝える人は他にも多分おしんさんと一緒にやってる人いると思う。全く一緒ですね。宮本さんに関してはワールドカップで日本帰ってきました。はい、はい、
驚きました。驚きましたね、本当にびっくりして。ざわざわしてて。はい。CM とかオファー来たり。はい、びっくりしましたね。すごかったね。成田空港まですごかったもんね。ほんとすごかったですね。まあでもそれでボンバーがピコピコレジやってるっていうこと初めて知りましたから。ああ。なでしこってそうなんだって。そうですね。うん、はいはいはい。まだ勉強バイトちゃんとしてたんだ。そうです。はい。生活変わりました？ただまあその、プロになる選手が少し増えたのと、あと、なでしこリーグを見に来てくださる方が増えたっていうのはすごく良かったですね。できればもっともっと、なんて言うでしょう、その、やり方としてこう、裾野をバーッと広げるとかっていうよりは、その、トップを目指すためにっていう、こう、なんか、政策が欲しかったですね。だからその、せっかくトップになった、そのやっぱりそのタイミングでしかできないことってすごくあったと思うんで、まあ、選手からではなかなか難しい面もあったと思うので、そのみんな一緒にサッカーやろうよってよりは、じゃあ世界を取るためにもう一回戦わなきゃいけなかったなっていうのは少しありますね。その経験を仕組み化する、はい、うん、なでしこのその今のあやちゃんのところなんかすごく日本の弱さをすごい表してるかなって、多分それがあの海外の外国だったら、うん、もうこのタイミングだから一気にもう行こうみたいなのが絶対も出るんだろうけど、うん、なんか、うん、日本人のなんか弱さっていうか、うん、あこのタイミングだからじゃあちょっとみんなに好きになってみんなでやってもらおうみたいなのが、ね、すごい分かった今、うん、なんかそれはちょっと一番中にいて感じましたね。あとはやっぱりその別に私たちは一切そんなことは思ってないんだけど、やっぱりこう男子じゃないからできたんでしょっていう風に見る方も少なくはなかったので、全然そんなこと思ってないし自分たちがすごいことやったんだぞってことじゃなくて、でもせっかくここまで上り詰めたから何かもっとできることとか違う形でこう何かに貢献したいっていう思いだけで、でも外側からはこうここにいなさいっていうようななんか、うん、ところにこう押し込まれちゃったかなっていう感じはしますね。ゆうとさんの頃って海外でプレーされる方ちょっと出てきた頃ですよね。まあちょっとずつですね。まあ本当にもう海外でバリバリ活躍したのはヒデさんぐらいで、まああとまあシュンさんとか、まあちょっとリーグが落ちる、で、あとはまあヨーロッパ行くけど、まあなかなかっていう感じで帰ってくるっていう、うん、あこういうこれぐらいの選手たちでも通用しないんだっていうのをリアルに感じた時代ですね。ユウさんどう願望あったんですか、行ってみたいなって。いや全くなかった。へえ、うん。全くなかったですね。それなぜ？いや一番いい時、自分が一番選手として成長している時、まあ、オシムさんの時に、うん、一番自信がある時に海外に行きたいっていうよりは、オシムさんの下で練習したいっていうのが強すぎたから、うん、なかったですね。一方、海外に実際に行かれたアメリカですよね、はいはい、何チーム行ったんでしたっけ、アメリカは3チーム、3チーム、はい、実際どうでした、日本との違いというか。そうですね、まずその女子サッカーに対して全く違うので、観客が普通に入ってきて、普通にその私が知ってる男子のチームを見に行く感じで女子のサッカーを見に来てくれる、もちろんです、はい、ですし、でも私はその移籍した時に北京でベスト4で悔しかったのもあるんですけど、マルタ選手っていう世界ブラジル代表の選手がいて、彼女と同じチームにドラフトされたので一緒にプレーしたいと思って行ったので、やっぱりそこの経験は全然あるとないでは違ったと思います。結構衝撃でした。衝撃ですね。例えば、そうですね、もう本当に笑っちゃう話なんですけど、そのゴールラインから反対まで15秒で行って、うん、1分で戻って15秒で行って、うん、10本とかって言うんですけど、うん、やりたくないですね、マルタ選手は、うん、そんな意味ないと思ってるから、うん、なぜならやらなくても早いから体力もあるし、で急にそのフィジカルコーチにそのここから、はっきり覚えてないんですけど、何秒で1本いけたら1本で帰っていいって聞いたんですよ。11か12かで、
コーチも絶対行けないと思っていいよって言ったんですよ。そしたら本当にそれで帰ったんですよ。11秒とか12秒ぐらいで、もう別にもうだから日本だと、うん、なんだろう、みんな平等じゃないんですよ、全員同じ練習しなきゃいけないみたいなのがあるけど、うん、向こうだったらもうなんかみたいなバイバイみたいな感じだからすごいなと思って。で自分も11秒やってチャレンジする気はないですよね。みんなと一緒に最後までしっかり10本やって帰ろうっていう。やっぱりそれぞれの特徴だし、その分そのマルタが試合でチームのために走ってるのも知ってるし、そういうのはないですね。当時そのマルタだけ半端じゃない、今もだと思うんですけど、年俸とかももう尋常じゃない感じで、普通になんか買い物行ってくるねって言って車買ってきちゃうような感じだったんで、多分こっちの感覚で言ったらひがみとか妬みとかっていう感じなんですけど、それだけすごいっていうことがもう受け入れられてるから、そういうことには一切ならないですね。行ってよかった。そうですね、行ってよかったですし、逆に結果を残さないのにそれをやってる人に対してはもうかなり厳しいので、そこはもう本当にプロとしてっていうところは学びました。行ってよかったですね。行ってよかったですけど、何のために行くかが重要な気がします。ただ海外にでの経験値が欲しいからっていうのだけで行くとちょっと危ういかなとは思いますね。私はたまたまその彼女とプレーがしたい、それを日本代表でこの人たちを倒したいっていう思いがあったので、なんかいろんな誘惑に負けずぶれずにやれたと思うんですけど、それほとんど その男子の方で、あの海外行って数 1,2 年代帰ってくる選手ってほとんどそれよね。とりあえず海外行ってみたい。あ、で行ってやっぱ、活躍できなかったりとか、あまりに、いろんな、言語の問題とかで、結局帰ってくるっていう選手は、その辺のやっぱり海外に行くその理由っていうか、そこは全然違うね。なんか人生経験としてはすごくいいとは思います。その、ただ行くっていうのも。ただそのサッカーに本当に還元するかどうかっていうところは多少違うかなと思いますね。味方で良かったなっていう選手、それは日本だけでもいいし、チームでもクラブチームでもいいですし、あと対峙してこの人も嫌だったなっていうのを個人名、宮本さんから行きましょうか。私は両方同じ人ですね。誰ですか？ホープソロっていうキーパーなんですけど。キーパー、はい、アメリカ代表のキーパーなんですけど、味方の時は、もちろん厳しいんですけど、その一緒に守るので厳しくされるんですけども、絶対無理だってやつを何本も止めてくれるキーパーで、対戦相手では絶対入ったと思ったシュートを簡単に止められるっていう彼女ですね。同じ人。同じ人ですね。一方、ゆうさんは？いや、あんま分かんないんだよね。良かった。あんまりそういうふうに考えたことないんだよね。ゆうとさんなんかやっぱり全体をずっと見てるんじゃないですか。その試合中とかも含めて、その、なんだろう、個で見てないから。そういう感覚がやっぱり長けてるから、誰ってことはないんじゃないですか。試合中に見えないところで消してるのに、あそこそこ、狭く。だから、そう感じないのかもしれない。でも本当その守備のとこ本当もうちょっといろんな人にクローズアップしてほしいですよね。私それずっと思ってて、なんかやっぱりこの間その FIFA の表彰式とかもディフェンダーの選手のその表彰がゴールシーンなんですよ。なんかちょっと違うんじゃないかなって思ってて、個人的にですよ、もう本当にただの田舎の人間の考えなんですけど、やっぱりそこはタックルでシュートブロックしてるとことか、ヘディングでバーン行ってるとこを見たいなっていうふうに思っちゃって、ベストイレブン全員がゴールシーンで、なんかおかしいなっていうのを思って。でも自分もなんか一番嬉しかったのが、もちろんナビスコで優勝した時のなんかメダルみたいなのも嬉しかったけど、あの NHK のスポーツ番組で、あの一番 J リーグで、あの全部で一番セカンドボールを拾った選手みたいなので表彰された、変なチャイルのこういうのがもらって、これやっぱりすごく嬉しくて家に飾ってある。だって一番の表彰だよね。本当そうですよ。詰めるのね、
それは本当に嬉しかったね。あ、そういうのをこう見てそう表彰してくれたのも嬉しかったし、自分がやってたことってやっぱり重要だったんだなと感じることができたと。さあ、それでも最後ですね、千葉県について。ここはまあお二人、ゆうさんはもちろん途中から野球を来て、ずっと、まあ、千葉県の看板チームで、山さんはずっと、千葉県についての思いっていうのを、ゆうさん、千葉県について思い、そうだな、まあ一番青春時代というか、まあ、学生時代も千葉で過ごさせてもらって、まあ、プロサッカー選手としてのキャリアも、ね、千葉で始まって、でやっぱりこう、まあ、いろんな人に支えてもらいながら、まあ、プロサッカー選手を終えることができたんで、まあ、これからも本当に返していかなくちゃいけないなっていうのがあるのかな。まあ、でも得たもんだけなんかしか返していきたいなっていうのは、まあ、それはまあ自分にやれることは本当ちっちゃいけど、まあ、やれることは本当にやっていきたいっていう感じ。私はゆうとさんよりはどちらかというと、きっと本当に千葉県民の意識が強いというか、だからジェフもやっぱり自分が応援する側っていうイメージでいるから、まあ、その東京のクラブに行ってる時とかはやっぱりそのどちらかというと千葉から来てるっていう感じでいじられてたんで、でもその日本代表するのと同じように千葉県代表だと勝手にこう千葉県民として思ってるので、どこに行くにしても千葉県民として誇りを持てるような県になるように、自分今ももちろんあるんですけど、もっともっとこうゆうとさんなんかもっともっと私ちっちゃいですけどできることをを探してやりたいなと思います。表彰されましたもんね、千葉県からね。そうですね。でもそれも全部チームのことなんで、まあ、いただいた賞は全部私は自分というよりはチームの賞だと思ってるんで。だって国民栄誉賞もそうだよ。まあ、でもそれもやっぱりチームのものなんで、日本のサッカーについて、もしかするとこれはサッカーだけじゃないんですけど、その子供たちがそのスポーツをしてよかったなと思えるようなスポーツのあり方というか、今私も実際そうだったんですけど、やっぱりそのサッカーだけやってても困るよって言わざるを得ない環境なので、どのスポーツでもいいんですけど、やっぱりそのそれをやっててよかったとやめるときに思える環境づくりっていうのが必要かなと思ってて、特に今サッカーとかでもその日本代表にならなかったらダメだとか、あとはその結果が、ね、残せなかったら結局やってたってしょうがなかったじゃんっていう考え方になってしまうので、それをこうどっか壊せたらいいなとは思いますね。もちろん人生かけてやるんですけど、それを人生かけれたから次につなげられるっていうような持っていき方、全然何も見えてないんですけど、なんかできないのかなとは思ってます。ゆうさんは本当全員に同じことを求めないでほしいなっていう、日本だと全員に同じことを求めてやっぱしまうので、その個性をこの人によってはこの人を求めるし、この人はこの人を求めるっていうのはやっぱ変えていかないと、その一人一人の良さっていうのは消してしまうし、まあ、そういう批判とか、まあ、そういうのももうつながるから、まあ、全員に同じものを求めない国になってほしいなっていう、もっと壮大なテーマで国レベルの話だったけど、国家レベルですね。いやでも本当にそこは、まあ、日本の本当の弱さっていうか、まあ、絶対あるんで。そうですね、個性をこう大切にね、ゆうとさんおっしゃったようにするっていうのと、わがままを聞くっていうのがちょっとなんか履き違えちゃってる気がして、そうじゃなくてやっぱりそこには自分の意思を発信するってことはそこに責任も伴うわけで、それをこう教える前に発信することばっかり教えてしまうから、なんかどちらかった感じになってますよね。子供たち、サッカー少年少女に最後メッセージを、まあ本当にこう、本気になれるものをまず見つけてほしいなっていう、その本気何を見つけたら、まあ、それに対してやっぱ情熱を注いで、それを注ぐ上でキャプテンっていうのを一回経験することで、
見えてくるところも違うし、うん、まあ、まずはこう本気になるものを見つけてほしいなっていうは思いますね。はい、はい、そうです。私も優斗さんがそのおっしゃったように本気になるっていうところがもう絶対大前提で、その上でそれを本気になってできるということは本当に周りの方がいないとできないこと、まあ、もちろん両親だったり保護者の方だったり、わからないですけど周りの大人もそうだし周りの仲間もやっぱり必要なことなので、そこは自分だけで何かをしてるとは絶対思ってほしくないので、いつもその子供の時に感謝って言われてもピンとは全く来ないですけど、やっぱりその人との関係を大切にする上できちんと挨拶をできるようにいつも心がけてほしいなと思います。キャプテンをやってよかったと言えるのは、私はきっと本当仲間に恵まれたからなので、もしかしたら違うみんなとやってたら やらなきゃよかったっていう経験をしてしまってるかもしれないので、やっぱりそれも含めて仲間を大切にしてほしいなと思います。津田さん、はい、インターに、うん、どんな相談とかあったんですか？いや、もうだいぶ前に聞いてました。まあ、まあ、いろいろ話をしてだいぶに聞いて、まあ、まあ自分から悟り言ったのはやっぱりこうサンフレッチェで引退してほしいっていうことだけ言いましたね。次の久里が楽しみだし、まあ、久里にしかできないことってめちゃくちゃあると思うんですよ。まあ、あれだけ日本小さいけど日本人でたくさん点を取るっていうのは、やっぱ日本人のストライカーを目指している子供たちにはもう本当に手本になれるから、だからそこをやっぱ期待したいなっていうので、その選手を辞める寂しさっていうのはあんまりない。やっぱその世代の選手が引退していくことはもう当然の流れではあるんですけど、寂しいなというか、やっぱりそのファイターたちが消えていくというか、そういう思いはありますね。あんなにこうワンタッチでゴールをたくさんする選手ってそう多くないと思うので、ああいうふうにこう一発で仕留める、また泥臭く仕留めるっていう本当に典型的な点取り合ってそう多くないと思うので、それをこう生かしきれないサッカーになってきてるんだとしたら、それもまた寂しいなと思うし、やっぱりああいう選手がいるから守備もやっぱり今度改善していくので、全体的にレベルアップしていくと思うので、そこがちょっとこう抜けちゃうのは寂しいなとは思いますね。ありがとうございました。ありがとうございました。